前々から 2000Wh 級の容量のポータブル電源を考えていたけれども、タイムセール終了間近のカウントダウンに誘われて、悩む暇ももらえずにポチッと、衝動買いしちゃいました。まあ、結果オーライになればいいんだけどもね。取説があります。もちろん日本語で。一応、さらっと目は通して、こんなもんでよし。この手のものは直感で使えそう。そうは言っても侮っちゃダメだよね。まあ、わかんなくなったら、その都度読み返せばセーフ。 ということでオッケーにしましょう。入力端子2個に電力供給すると高速充電できるそうです。オプションが必要だけど 100V プラス 12V 電力供給の組み合わせならちょっとは早く充電できるみたいかな。このゴム栓がどうも邪魔。先にお断りいたします。ブルーティーポタブル電源はメーカーからの耐与品ではなく自腹購入なので動画自体にはプロモーションは含まれておりません。なので割と本音でいけます。 説明不足もあるとは思いますが、ご了承ください。以上、今回、購入した b l u e t a c 2 0 0 p 2 0 0 0 w h はポータブル電源としては、サイズ的にも大きく、重さはなんと約 28kg もあり、出かけるたびに家で充電してから、キャンピングカーに積み替える、帰ってきたらまた家に運ぶ作業を延々に繰り返すのははっきり言って嫌です。ならば、どうするキャンピングカーに積みっぱなしにしたらいいんだ。という結論に至ったわけです。 ただ、積みっぱなしでなく、充電とキャンピングカーへの給電もシステムとして一元化を目指すことにしました。作業に入る前に、他の動画の皆さんがやっている、使用検証とやらは電子レンジとか電気ポットとかをつないでどうだとかですが、今回は、ちょっと視点を変えた給湯暖房器具を動かせるかを試してみます。2018年9月に発生した、北海道胆振東部地震では大規模な大停電。 いわゆるブラックアウトが起き、我が家の電気開通には3日もかかり、不便を強いられました。この時は9月ですが、もしも氷点下の真冬だとすると、どうなるのかなということで、我が家の1階部分、合計30畳あたりの部屋を、4つのセントラルヒーティングをポータブル電源をつないで暖房ができるか試してみます。ボイラーと給湯器のコンセンセトを差し替えます。 ちなみにボイラーと給湯器は灯油燃焼式ですが着火スチュームの循環排熱や冷却などは電気なしでは動きません新しいせいもあるけどコンセントの差し込みがきついように思うまあ緩くて抜けやすいよりいいと思うけどね10時47分スタートボイラーは51度の設定で給湯器は 43度の設定でいきます間違いなくお湯が出ているのでシャワーは使えます消費電力が 115W なのでざっくりだけど13時間も温水シャワーが使える計算で余裕でいざという時には活躍できそうです14時35分バッテリー残 53%17 時52分バッテリー残がほぼ空っぽの5%に達しました10時47分 開始から約7時間、給湯ボイラーの連続運転により、1月の北海道の冷えた外気から快適な室内温度を確保できました。実際の災害発生時には最小の居住空間を温めるので、このブルーティーのポータブル電源で災害時には十分な機能を発揮できることを確信できました。キャンピングカー用以外の防災用の備えとしてもあってよかったと思えるひと品でした。余談ですが 以前から防災用にと考え、電気、電池もいらないカセットガスだけで暖を取れる、岩谷のカセットガスストーブを備えていましたが、部屋を温めるのには全然、不十分。一人、手を温める程度の熱量かな。ただし、この使用感は北海道の真冬の話ですので、誤解のないように。先ほどの話に戻って、震災によるブラックアウトの時には、 キャンピングカーが大活躍でしたキャンピンピグカーのサブ電源から家に電気を引き込めたおかげで、家電類を動かせたので、普通に炊飯もできたし、テレビが見られたので、情報収集にことを書かずに済んだのが何よりでした。その時は、シャワーなしのキャンピングカーだったので、教訓として、災害時には、生活のできるキャンピングカーがあると大助かりだと考えた次第です。 やっぱり給水タンクのでっかい温水シャワーとカセットトイレ付きのキャンピングカーとなると欧州車だという結論に至って現在のフィアットリカとキャンピングカーに乗り換えたわけです。